お久しぶりのとんかつ弁当の特盛り。ご飯特盛りの上にキャベツ。その上にこの大盤振る舞いのとんかつが乗っておりまーす。今日もメニューが豊富なありがた屋さんでございまーす。ということで、いろいろなお弁当ございますね。この中のお弁当、今日はどれ行く？どれにしようかなーっていうことで、おすすめのこのとんかつ弁当、これいっときましょう。いやー、久しぶりのとんかつ弁当特盛りでございます。ここここ見てこれ、すごいボリュームやろ。パンパンにご飯入ったね、これ特盛りで、その上にこのごっついとんかつやろ。これがね、一応、620円、620円でご飯の特盛りがプラス120円ということで、740円でございます。お久しぶりのとんかつ弁当の特盛り。ご飯特盛りの上にキャベツ、その上にこの大盤振る舞いのとんかつが乗っておりまーす。ということでね、いつもどこで買うんやったら、これ大阪メトロの御堂筋線、我孫子駅のすぐ近くにあるところやねんけどね、ありがた屋さん言うて、こんなお店。このお店人気のお弁当屋さんやねん。いつも行列できてんねんけどね、今日ももう昼1時回ってんねんけれども、結構並んでました。ということでね、早速お茶からいただきましょう。では、いただきます。まあ、目。ではでは、早速いただいていきましょう。いただきます。ということで、とんかつね。とんかつ弁当。ほんま、たっぷりのソースかかっております。うん。この人、ご飯引いてくれてるから。うん。うまい。久しぶりやわ。嬉しい。カツボッケすぎてご飯取られへん。うん。うん。他弁とかもええけど、見てもたように人気のお弁当屋さんやねん、ここ。まあ、我孫子で結構人気あるお弁当屋さんって、他弁とかはね、そこらはまあまあ普通通り人気あるんだけど、お惣菜屋さんとかもあるんだけどね、それ以外のお弁当屋さんってあんまりないんかな。だからここ結構行列やねん、いつも。うん。美味しい美味しい。うまい。ほいで、お茶。ないこと言ってなかったわ。前も、一回、とんかつ弁当と、何の弁当やったっけ、普通の弁当、頼んだんやけど。で、そんなにも特盛りやってんけどね。お腹に来るよ。うん、来るよっていうのは、何ていうか、ドカンと大満足やで。うん、いつも事務所で、今日事務所やねんけどね、一人寂しくお弁当ですわ。ビール、ビールちゃうよ。お茶やよ。お弁当でどっちかだったらご飯少ないところ多いやんか。でもパンパンにご飯入ってるのはこれはこれで嬉しいね。まずはさっきこの隅っこいとこ、そうそう、この最後にそのカツの真ん中を食べたいタイプやな、私。いやしいんかどうかわからんけど、順番に食べていけばいいんやけども、ついつい真ん中。うん。そやな、真ん中が美味しいところ一番最後に食べたいな。うん。このご飯にソースかかってんのもうまいな。もうなんやかんやって終盤に差し掛かってきたわ。最後のとんかつやわ。うん。ということで、久しぶりのとんかつ弁当、完食でございまーす。うん。うまかった。お腹パンパンやわ。おいで、お茶。久しぶりのとんかつ弁当を食べた動画やったけれども、ほんま、お昼からお腹いっぱいでございますわ。ということで、本日もごちそうさまでございました。